本田富夫は、日本の政治家。安田町議、安田町議会副議長、安田町長、阿賀野市長を歴任した。1921年11月2日、新潟県北貫原郡安田町に生まれる。1940年に、両順工科大学臨時附属技術院、養成所鉱山科卒業した。卒業後、満州工業開発に入社した。 1944年に王将され敗戦時は陸軍将尉だった。1955年安田町議会議員に初当選した。1957年安田町議会副議長に就任した。1961年安田町助役に就任した。1967年5月安田町長に就任した。1999年4月25日の 町長選挙で新人を破って、9戦を果たした。2003年4月27日の町長選挙で、新人を破って、1 0戦を果たした。2004年4月1日に、安田町が、他の3町村と合併して発足した阿賀野市の市長選挙に立候補して、旧水原町長の井原氏雄介を破って、初当選した。当日有権者数、 38,527人、最終投票率、81.78%2006 年2月27日、熊本県五章浦町長岡部高塚さんの引退に、伴い、全国最年長市長となった。2008年の市長選には立候補せず、同年4月24日の任期満了をもって、市長を退任した。2012年7月18日に死去した。 ありがとうございます。